アンスします。フリーはこの敗者側準決勝まで大丈夫なので、敗者側準決勝の途中で多分フリーラストのアナウンスあります。では試合大丈夫です、参りましょう。はい、なんて何回戦で敗者側準決勝です。敗者側準決勝、はい、行きましょう。シューシーク VS 満足チューンリンクです。はい、このカードですけど、はい、全然知らないです。まあ、ステロリンクってキャラがすごい希少なキャラで、全然まれ見ないキャラなんですけど、はい、まあ、使ってる人は満足さんとか、その涼花さんって人がいるんですけど、まあ、そのぐらいしか僕は知らないんですけど、まあ、上強が 10% の上強の今みたいに効果が強いのと、 5% になった時の後ろ投げで一応バーストできる、また飛び道具からさっき、あの先ほどファイバー選手より決めたみたいな振る舞いとかがつながったりするので、まあ、意外に強いんじゃないですかね。うん、意外にですか、普通にですか。このキャラ知らないのでまだそこら辺言えないんですけど、まあ、あとこのゲームって結構飛び道具がやっぱ強いんですよ。はい、おっと、こんな感じでも、まあ、今の多分読み合いですけど、はいはい、つながるという感じで、とすみません。まあ、そんな感じで飛び道具が優秀なので、はい、普通にこのキャラもいけるんじゃないかな。はいはい、どうですか、ハリが今から出始めてますけれども、どうなんですかね、この飛び道具を前に。あ、まあ、ハリは普通に強いと思いますよ、ドゥルリクに対してでも、うんうん、おっと、やっぱりガードが固まるのと、まあ、飛び道具、針の速さにやっぱり勝てないので、はいはいはい、まあ、というわけで現在パーセントが9対73、ストックが満足さんがリードしております。おっと、上島を掴んで後ろに投げた、あ、いい感じにブーメラン消えましたね今。おっと、上京が入った、上突きまで刺さる、ここから掴み外して掴んで投げたから空母が当たらない、あそこから、ここから、おっと、ジャクジャク掴んだ、投げて不審で帰ってきた、はい、見ましたね。そこからのブーメランが出ていたが、ジャクジャクから爆弾を、おっと、空中 Z が出ましたね。あれ、着地式が今作は結構大きいからやりづらいというのは聞きました。この作、アイテムを持ってる時に、はい、ワイヤー系は Z ボタンを押すと、あ、アイテムを Z 落としするときになぜか、はい、出るんですよね、あれ、うんうんうん、なので爆弾し気味で守りつつ出せるっていうのはありますけど、はいはいはい、はい、おっと、掴んで投げて、ここは消去が外れて下突きだ、ダメージが積み重なっていくが、終始ここでバーストを取っていきたいところ。おっと、空母は藤田スペシャルですね。藤田スペシャルです。さあ、1ストック同士で並びました。愛車側準決勝1本目、カロスポケモンリーグ、掴んで投げて消去確定。これ状況によっては空前で運んでもいいんですけど、おっと運ぶ前に上スマ、シークを黙らせる、この一撃。一本目を取ってきたのが満足さんのチューンリンクですね。ですね。そうですね。まあ、非常になんかチューンリンク側には、はい、側からしたらだいぶ理想的な流れだったんじゃないですか。影響で最初パーセントを稼げて、はい、バーストも難なくできたということで、うんうんうん、まあ、やっぱり結構辛いのはバースト拒否される部分だと思うので、はい、トゥーンリンクの一つとして、あと火力が稼ぎにくいかもしれないですよね、影響入ったら、うんうん、よくわかんないですけど、はい、シューさんの選択で戦場となりました。まあ、カロスは壁キックできないので、はい、シークだったら一番最初に拒否する場所だと思うんですけど、なんで出たのかちょっとわからないですね。まあ、長距離で壁跳ねたら一応崖掴まれるっていうのはあるんで、はいはい、そういうのも狙ってカロスに、他のキャラ、他のステージよりカロスを選んでるかもしれないです、はいはい。さあ、ここでパーセントは比較的並んでいる状況、ナタを入れる、ブーメランが止めてくる、さあ、炸裂弾が、さあ、ナタナタ、先ほどなんかハリーで、はい、あの一応待てると言ってたんですけど、はい、なんか飛び道具が針と他のトゥーンリンクに針が当たって、トゥーンリンクの爆弾とかそういうのがシーク側に当たっちゃうとやっぱダメージ負けするので、はいはいはい、には間違えないんじゃないですかね、シーク側が、うんうんうん、なんと恐ろしいキャラでしょうね、シーク、シークに対してそれだけの動きができた。おっと、空前が当たる、飛び道具が強い、ね、おっと、回避していて弱、さあ、針からの、さあ、ガキ際の攻防炸裂弾で、おーと、装甲が外れる、そこから掴んだ、投げての、ここは、おっと、空母外れる、そこから、そこからは、この読み合い、上スマが当たる、
ョーリンクのウェスマンは本当にかさ当てと、はい、当てでだいぶ力が変わるので、ね、なんという格差社会なんでしょうね。難しいですね。はい、おっと上がってきた。この崖上がりが強い。このマスターソード前頭確かワイヤー系が崖特殊だった気がします。はいはいはい。おっとこの間合いは掴んでいる。前に投げる。ここから、ね、さあ後ろ空中後ろ飛燕を出していく炸裂弾。これでバースト得意技ですね。これ崖際横火。さあ2本目はシュウさんが 1ストック目奪っていく。さあネタじゃないですかね。あの戦場のよく見れば分かるんですけど、はい、崖際って薄いんですよ、はい、多分下にも判定があるんじゃないですか。なるほど。によってベビーが当たるっていう。はいはい。まだまだ開拓しどころのあるシークというキャラですね。ベビーじゃなくて横火だ。さあこれシュウさんがバースト拒否に入っているか。さあ爆弾当たって、ここはここは崖を取る。あブーメランを出す。スマッシュを出しているこのトゥーンリンク怖い。荒ぶってますね。はい、なんか、まあ、トゥーンリンクらしい動きですね。このこのちっちゃい勇者の。さあ武器を投げて、さあおっと掴んだ。霧を当てる。ここからシークは溜めて針を投げる。針掴み、ここの読み合いがうまい。さあナタを出して霧につなげる。さあナタ、まあ、ここからの上目上なんですけど、あれは一応カウントできます、はい、おっとああ敗者が準決勝、読み合いでは負けてられないと言わんばかりにトゥーンリンクが上様当てていく。さあ4対79。あ今回はリードしているのはシューシーク。あ満足さん崖を掴んで炸裂弾をまたいでいく。あそこからさあステージ中央の戦い、爆弾を掴み矢を出す。爆弾矢ブーメランですね。飛び道具が多くて大変ですね。からここからさあ回避を出してお互いに近づかない。何を読み合っている。針を出して、ここはブーメランだ。さあ針、飛び道具が飛び交っているぞ。さあ夕日、ちょっと西日の時僕見づらいんですよね。あそこから爆裂弾、おーおーとかわしていった。さあステージでどんどんスマッシュにスマッシュを出していく。奏者の方がヒットしていく。あそこから爆弾を当てていくぞ。このトゥーンリンク、あジャクジャク掴み、前に投げる。終始商業を避けていく。今のは反応しましたね。そう緊迫した場面、バーストパーセントにトゥーニーク、これを投げてシークはおっと下突きでトゥーニークが流れ込んでいきたいが横スマが当たって、さすがにバースト。いやーいい試合でした。シューさんが2本目を返していく。あやはさんちゃんと覚えてきたんですね。技ちょっと覚えていきましたね。写真撮ってたもんね。はい、攻略本写真撮って覚えてきました。ナタじゃなくてクウエのことなんだっけ。クウエ、クウエクウエは霧ですね。あの金編に、はいはいはい、はい、あの字ですね。なるほど。お互い1日ってなった状況ですけど、さあ敗者側準決勝、泣いても笑っても最後の1本勝った方が敗者側準決勝で、勝者側決勝のメンツを待ち受けることになります。ここは満足さんがステージを選ぶんですけれど、そうですね、まあ、ここどのステージでも選んでいいので、はい、まあ、隠しステージ以外ですね。そうですね、まあ、そうですね、隠しステージ以外選んでいいので、まあ別にスタンダードステージから選ばなくてもわざと見にくいステージを選ぶってこともできるんですよね、うんうんうん、一応。さあ今回のステージは、今回の Wii U はですね、僕の提供なので俺曲セレクトが僕の勝手に特段で変更してあります。マジか。はい。ああというわけで始まった3本目、カロスに帰ってきましたよ。帰ってきましたね。家に帰ってきたんですね。そうですね。チューニングいいとこ住んでますね。あ掴んだ長業確定です。あここから崖上がったところにジャクジャクジャクの打ち合い、掴みをかわしてまた掴むから長業確定です。やはりから爆弾ブーメラン当てて掴みが外れる、掴み外れる。からのこの場合はダッシュへかわして、おっとおっとナタでブーメランを針で拒否する。あそこは炸裂弾出して、ここはおっとジャック円弧ナタと植木雄から空上トゥーンリークがつなげていく。パーセントは完全に五分。あ弓投げて、弓じゃない矢を投げてあおっとウエスマガードした、掴んで後ろ投げ。ここはどうする、シューシーク炸裂弾だ。シューさんもよく普通の上がり方しましたね。さあナタ、おっと
飛燕出して、飛燕出して、おー回転切りが周さんを飛ばしていく。受け身を仕込み忘れてましたね、周さん。周さんらしからぬ。ちょっとさあ、周さん知らんと言い張っている。さあ、1機目をリードしたのが満足トゥーンリンク。あ、このまま敗者が決勝に駒を進めてしまうのか。さ、掴んで投げる。ここから超ギャートゥーンリンク帰ってくる。さあ、トゥーンリンクがこの緩い落下速度で帰ってきたが、さあここから、あ、おっと飛燕を当てていく。回避見てますね。まあ、シークのバースト手段っていうのが割とああいうのが多いですね。はい、ダブルマークなる型ですね。いや、はいはい、空中を直で当てるか、はい、回避を見てから当てるか。回避見てからか。はい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 。というわけで空中城は飛燕ですね。飛燕はい、飛ぶツバメです。あれ飛燕ね。はい。さあ、というわけでパーセント額並んできたところ、これおっと崖際で当てていく。シュウさん、あ、シュウさんスマッシュを出している。これ近づいて、回避で近づいたシークがブーメランに当たってコンボ始まる。 X っぽかったですね今の。はい。さあ、針出して、針を貯めて爆弾ブーメランガードして、なた、おっと掴んだ。シュウさんが飛び込んでいった。長魚確定です。あ、確定の場面が多いこの長魚という技。あ、爆裂炸裂弾から、まあ、トゥーンリンクがおーっと浮かされたが大丈夫か。ここから爆弾を投げて着地していく。これがトゥーンリンクのやりやすいところ。さあ、ここからブーメラン投げて、ブーメランから爆弾ウエスバー読んでいる。先ほどから満足さんの回転が結構冴えてますね。さすがはハイジャガー準決勝。あ、ここから横スマを出したところにシュウさんがかわして台に戻っていき、空中の読み合い超強で拒否していく。これは強いです。シークが近づこうとしているが、トゥーンリンクが飛び道具で拒否。ウエスマが重てる。炎光を出して、飛燕出して、ここはトゥーンさんが一旦前を取って針を出して、さあ、おっと横スマが当たった。これは大丈夫か、ね、さあ、ここはちょっと怖いですよ。トゥーンリンク、さあ、どうする。崖際の攻防、超強で拒否。さあ、お互い怖い状況は拒否していく。ブーメラン爆弾を挟んで、爆弾を投げる、掴んで、ここから何が始まる。さあ、読み合いは着地できて、トゥーニック生きているぞ。あ、した、ここは掴みからの崖外は回転切り、壁切り、うまいですね。うん、スタスマだ。熱い攻防ですね。まだまだ生きてるぞ。不審が当たって、敗者側決勝に駒を進めたのはシュウ・シークです。いや、今の復帰にちょっと噛み合った感じでしたけど。噛み合っちゃいましたね。ああいうのがあるんですよね、シークはよく。不審ですね、もう不審です。やっぱロボットなんですかね。いや、お疲れ様です。僕はあとは字幕を変更して勝者側決勝に行こうと思います。素晴らしかったですね。あとは生畑さん来てください。で、こちらを持って、